大丈夫な三平アリエさん、希代の嫌われ者、老いぼれ女子アナハンター、テッカテカのマントヒヒ、眠たげな揚げ豆腐、思いっきり生セクハラ、ダーティーゴッドハンド、褐色のミュータントタートルなどの愛称で親しまれているミノモンたちが満を持してツイッターを開始し、記念すべき初日のツイートで大炎上し、適当に謝罪してやがりました。なお反射的にブロックをしてしまったのでツイート内容は分かりません、ご了承ください。なんか上がってましたね。そうだね、ダーティーゴッドハンド、オイボレ女子アナハンター。私はまあ油トカゲと名付けられて、しっくりくるな。油、ミノさんに油トカゲっていう時の緊張感たらない。いやそうですね、怖えな。確かに私は何油トカゲです。うん、いやキリキリすんな、想像するだけで。すげえ、いいですね。あげときますか。ラジオネームケツダシエッフェルト。マリモオタクの俺は金玉の毛にパーマをかけてマリモみたいにする。すると佐々木希が、わあ可愛いマリモと言いながら触ってきたので、俺は勝手に触るな。マリモの形が乱れるだろうとぶち切れるのだが、チンコはフル勃起。なんで怒鳴るのよ、もういいわと立ち去る佐々木希の後ろ姿を眺めながら、素直になれない自分の職人気質を呪いたい。かっこよく言うな。どこ思ってんすか。かっこよく言うな。正直になれないんだよな。わかるよね、でもな。わ、まあ、かるね、これわかる。わかる、あげとこ。うわぁ、すごい。パン、わかんねえな全然。ラジオネームザットゥ。夏なと大雨の中、公園でディープキスをしていると、いい後ろの方から、おお俺も混ぜてくれよと元巨人の牧原が来たので3人でディープキスをしていると、夏なよりもだんだん牧原とのキスの割合が多くなっていって、知らず知らずのうちに牧原と俺のディープキスになっていたのだが、うん、これはこれであれだなと感じた後、二人でピザを食べた。なんだそれ、どういうことだよ。わかんない、わかんないですよ、わかんないですよ。あげときます、ブレイク。ラジオネームだましやすけしん。俺ポケモン全部集めたぜ。そう言うと友達が できてた小学生時代、見せて見せてと言われて、みんなが俺のことをすげーと褒めてくれた。その快感は忘れられず、俺は中学校高校とポケモンをすることだけに時間を費やした。他のみんなは彼女を作り、部活で汗流して気がつけば結婚してるやつもいた。いつの間にか俺も30手前、友達の名前は一つも出てこないが、730匹近くいるポケモンの名前は全て言える。近所の子供たちに、おい俺ポケモンも全部持ってるぜと言ったら変人扱いされて、親御さんたちからクレームも受けた。でも大丈夫、俺にはポケモンがいる。ありがとう。勘違いしちゃったな。でもな、勘違いしちゃったんだな。あ、エンジェルあげとこう、悲しいから。これはいい。悲しいエンジェルだ。